おはようございます。おときゅうです。本日オホーツク1号大雪4号はラベンダー編成で運用されます。そのためオホーツク1号を札幌から全区間乗車をして網走へ向かいます。ラベンダー編成オホーツク1号乗車の動画はすでにアップ済みです。終了画面に貼りますのでよろしければご覧ください。交換列車が遅れたため所定では通過する予備等駅で運転停車しました。そのため網走駅は約4分遅れ12時21分到着になりました。今日はラベンダー編成オホーツク1号に乗ることが目的でしたから、すぐラベンダー編成大雪4号で折り返し乗車して札幌に戻ります。到着が遅れましたので折り返しまでわずか14分しかありません。ヘッドマークはオホーツク大雪号共通のステッカーを貼り付けてあります。183K のような幕回しはありません。サボも両愛称名表示のステッカーですから札幌で撮ったものと同じです。何時の列車に使われるのでしょうか。釧路運輸車両所から転属してきた国鉄色キハ41766がいます。朱色とクリームのツートンを見ると国鉄特急色と思ってしまいますが、これ一般色なんですよね。大雪4号は12時35分定刻に網走を発車します。わずか14分折り返しで鉄道に興味がない人は到底理解できない行動です。ラベンダー編成オホーツク1号に乗車が目的ですのでこれでいいのです。乗り鉄とはこんなものです。オホーツク1号では撮影をしながら乗車しましたのでストレスでしたが、帰りの大雪4号は要所だけ撮影してあとはまったり乗車するつもりでした。大雪4号は自由席にしましたが網走からの乗車はわずかです。見ての通り空は快晴で列車は電源や Wi-Fi 完備のラベンダー編成です。そこへ来て利用客は少なく周辺は人がおらず快適で贅沢な乗車です。私はガキの頃から鉄道が好きで乗り鉄一筋で今日まで来ました。大概は特急も利用できる乗り放題の切符を使用しますから1回の旅で1万キロ乗車してくるのはザラです。ですから地球を何周もできるくらい今日まで列車には乗ってきました。縄文峠を登っています。このシェルターは旧スイッチバック縄文信号場本線とクロス跡にかかるものです。信号場は後方にあり、こちらは引き上げ線が伸びていました。縄文トンネルに突入します。エンガルではスイッチバックをします。運転士さんは交代して旭川まで運転します。この運転士が後に登場する運転士です。私は列車に乗っていて一度も遭遇したことがない事象があるのです。そのことで嫌な思いをしたことがなく遭遇しないことがある意味自慢でした。若い鉄道ファンと話しても意外と食らったことがある人は多いため、これだけ年間何本も乗っている私が遭遇しないのはまるで珍しいようです。ところが事故というやつは事故というくらいで突然にやってきます。いつか食らうと覚悟はしていました。しかしいざ食らうと嫌なものです。事故とはちょっとしたタイミングがずれれば起こらないのにと言います。その逆もあり、いつもと違う時間が流れると発生する場合もあります。今回は後車で列車が定刻で走れば起こらなかったであろう事故です。列車は瀬戸瀬駅で運転停車します。本来は大雪1号が先について退避しているところをこちらが通過です。ですが大雪1号は遅れているため通過はできず、着くまで運転停車です。これが事の始まりでした。この時は後で起こる事故なんかこれっぽっちも想像していません。大雪1号は大雪2号の折り返しで、先ほどオホーツク1号に乗車中マルセップで大雪2号と交換したため編成を見て連結の内容を知っています。前2両キハとサロは国鉄色です。ですから運転停車になりましたがじっくり見れていいなぁと構えます。大雪1号が入ってきました。国鉄色はやっぱりいいですね。すでに2分くらい停車しています。大雪1号は14時37分25秒運転停車します。こちらがすでに入線していますので通過していくかと思いましたが、所定通り一度運転停車しました。さあ大雪1号と交換しました。14時37分45秒発車します。ここで3分ほどの停車です。単線ですから交換列車が遅れるとやむなくこちらも影響を受けます。我が列車はマルセップ駅は通過です。そして間もなく下白滝信号場を通過するというところで列車はけたたましい警笛を鳴らして急停車しました。
いや、後ろ着いたら発車やつ出しますね。あ、わかりました、はい、お願いします。これから点検するんですか。はい、点検するんですか。あ、そうです、はい。あ、お疲れ様です。あの、跳ねちゃったんですか。そうです。あ、突然出てきた。 あの逃げてたやつの自分ですね。じゃあこれから線路降りて。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。大丈夫でした。大丈夫です。あ、よかったです。お待たせいたしました。車両点検が終わりましたので、まもなく運転再開となります。遅れの時間等につきましては、車内発車後にご案内をさせていただきます。本日列車が遅れますことをお詫び申し上げます。まもなく運転再開となります。
この現場を17時10分15秒に発車します。約20分現場に停車していました。これは標準的な処理の時間です。小動物と激突した場合の最悪なシナリオは車輪に巻き込むことです。激突現場に駆けつける保線区などがえらい離れていてすぐ来れないこと、線路と並行する道路がない区間や山の中でぶつかること、これらが全て重なると運転できても再開まで2時間以上かかります。運転できればまだいいですが、大概は機器損傷で運転打ち切りになります。すると代行バスの用意をしますから、手配するまでに追加の時間がかかり、バスが用意できても道路へ出るまでたっぷり雪のある森の中を歩きます。野生のエゾシカは全道どこにでも生息していて季節を問わず出ます。あ、やっと来ました。全部閉めてこうか。今回は小鹿だったので問題なかったですが、150キロを超える巨体もいます。こんな鹿に60キロで走る車で激突したら乗用車は大破します。現場の事故処理は終わりましたが、営業処理はまだ終わっていません。車掌さんはこれから忙しいのです。白滝駅を23分遅れ15時24分に発車します。この列車は旭川駅16時19分着が所定です。札幌方面はライラク34号に11分乗り換えです。大雪号とライラク号の乗り換えは特急料金通算の制度があります。大雪4号はダイヤに余裕がないためライラク34号に接続できません。24分ほど遅れて運転をしております。このままの遅れで参りますと、次の上川には16時4分、終着朝時間は16時43分頃の到着を見込んでおります。本日は列車が遅れましてご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。なお、旭川から札幌行き特急ライラク34号ご利用予定だったお客様にご案内をいたします。16時30分発の特急ライラク34号にはお乗り換えいただくことができません。そのため旭川17時ちょうどに発車いたします特急ライラク36号にお乗り換えください。旭川から札幌行き16時30分発の特急ライラック34号には列車が大幅に遅れているためお乗り換えいただくことができません。大変恐れ入りますが17時ちょうど発の特急ライラック36号にお乗り換えください。旭川から特急ライラック34号の指定券をお持ちのお客様、旭川から特急ライラック34号札幌行きの指定券をお持ちのお客様、いらっしゃいましたら車掌までお知らせください。ここは中越信号場です。15時48分40秒運転停車します。所定ではこの信号場は通過です。15時55分20秒特別快速北見が通過しました。15時55分50秒中越信号場を発車します。こちらは遅れているので止まらずサクサクと走りたいところですが、さすがに北見を上川駅で待たせるとあちらがとんでもない遅れになりますので、この運転停車は仕方がないです。上川駅は16時7分45秒発車します。約27分遅れです。この先は旭川までで4529で上川行き普通列車と1本交換はありますが、当然あちら対比でこちら通過です。これ以上大きく遅れることはないでしょう。まもなく旭川駅に到着します。ライラック36号に乗り換えです。ライラック34号であれば同一ホーム乗り換えでしたが、大雪4号は3番線に到着で特急は6番線から発車です。本来の接続列車はサロベツ4号で、こちらが5番線統一ホーム乗り換えです。ところでサロベツ4号と到着が勝ち合っていますが大丈夫なのでしょうか。どうやら大雪4号のすぐ後ろを追いかけて走っているそうです。であればサロベツ4号の方より先に特急へ乗り換えできますから、自由席は窓側が取れそうですね。撮り鉄はラベンダー編成大雪4号とサロベツ4号を立て続けに取れます。これはラッキーなことです。旭川駅は約29分遅れ16時48分到着します。すぐ乗り換えましたら窓側開いていました。もう外は暗いですけど窓側がいいですよね。サロベツ4号は約2分遅れ到着です。私は大雪4号で初めて鹿と激突。
これは動画内でお知らせした通りです。この1回で勘弁してほしかったのに、タガが外れるとはよく言ったものです。今度はこの後これでもかっていうくらい鹿と激突しまくりました。急停車申し訳ございません。ただいま鹿と衝突いたしました、周辺の安全確認を行いますので発車までしばらくお待ちください。ただいま鹿と衝突し停車しております。点検を行いますので運転再開まで少々お待ちください。お急ぎのところでお連れします。お客様にお知らせいたします。ただいま線路内に立ち入りました鹿と衝突しております。車両点検を行いますので恐れ入ります、発車まで少々お待ちください。現在走行しております区間はエゾシカなど野生動物が大変多く出没する区間です。走行中やむを得ず急停車また安全確認のため速度を落として運転する場合がございます。あらかじめご了承ください。お立ちのお客様はお近くの手すりなどにお捕まりいただきますようお願いいたします。お待たせいたしました。1番ホームに札幌行き特別急行交通2号が到着いたします。恐れ入りますが日よけにフラッグの内側まで下がってお待ちください。1番ホームに札幌行き特別急行交通2号が到着いたします。